着いたぞてめえら。ここが深夜枠だ。なんか埃っぽいある。我慢しろ。これ何あるか。前にこの枠にいたやつの忘れ物だろ。さてと、新橋。はい。ここは深夜枠だ。それなりの挨拶がいるぞ。はい。テレビの前の夜更かししてるみんな、アニメ銀魂は深夜で再開します。それではせーの、ギルガメッシュ。お前それやりたかっただけだろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。もう一本だ。翔也！惜しかったですね、銀時。先生、どの辺がですか？その辺です。具体的に。やっぱりあの辺でした。翔也、どうやったらお前みたいに強くなれる？俺はお前と出会うまで大人にだって負けたことはなかったんだ。お前は大人なんて生優しい生き物じゃねえ。巨人だ。それは違うよ、金時。私は阪神が好きです。先生、人の話聞いてください。お前みたいな化け物見たことねえっつってんの。お前は俺と出会う前何をやってた？お前は一体何者なんだ？屍を喰らう鬼と呼ばれていた君ならわかるでしょう。化け物も化け物の子も同じですよ。化け物とは人ならざる者、血濡れた業の中でしか生まれない。化け物の剣では化け物は切れません。だから銀時、私の真似事をして強くなろうとするのはもうやめなさい。私も私の剣を君に教えるつもりはありません。君は君の剣で、人の剣で、私より強くなってくれなくちゃね。楽しみにしていますよ。いつか君が私という化け物を退治しに来てくれるのを。残念だ。言ったじゃないか、化け物の剣は、君の剣は私には届かない。エリザベス、敵襲か？敵襲だ。とんでもねえ凶器が俺の頭頂部に突き刺さらんばかりだった。なんだと？この地下都市秋葉にまで幕府の魔衆が。だが安心しろ、銀時。お前の潜伏生活は我らが守る。ネズミ一匹隠れ家に近づけるな。誰にも銀時がここにいることを悟られるなよ。衛星から見ても隠れ家ってわかるわ。潜伏
って文字辞書で調べてこい。狭い部屋にゾロゾロ汚ねえクッタマ並びやがって。俺はてめえらに護衛なんざ頼んだ覚えはねえよ。言われずとも組織のエースを見殺しにするわけがなかろう。俺がいつどこの組織のエースになった。この後に及んでそれはあるまい銀時。江戸城に乗り込み、幕軍相手に大暴れし、定々を失脚に追い込み、前将軍重重には数々にわたる非礼や嫌がらせを行い、さらには新将軍信信を殴り重傷を負わせ、新選組の謀反に加担し局長近藤勲を幕府から奪還。これだけのテロを成功させた者は上位志士にもおらんぞ。貴様は俺や高杉などよりよっぽど過激なテロリストだ。もはや後戻りはできんぞ。貴様に平穏な日常が戻ることはない。その汚れた手では愛する者さえ抱きしめられない。その手に残っているのは血と鉄と革命だけだ。いやほぼ悪役のセリフになってるけど、俺はテロなんざした覚えはねえ。ムカつく奴を殴ったらそれがたまたま国だっただけの話だ。大騒ぎになってきたからそれをバラバラにして土に埋めようとしただけだ。てめえらと一緒にすんな。テロリストっていうか殺人鬼ですが。ほとぼりが冷めればまた歌舞伎町に戻れるとでも。残念ながらそれはもう無理だ。ぐえ手配書。マジかよ、もうこんなの出回ってたの。つうかどんだけバイオレンスな写真使ってんだよ。誰がいつどこで撮ったんだよこれ。ズラかぶった全く別人のバイオレンスじゃねえのこれ。ズラじゃないカツラだ。おめえかよ。元の写真があまりに犯罪者面だったんで、お前に扮し甘党アピールなどでファンシーに撮り直した。ケーキ食ってたのこれ。ケーキに切れてただけであんなにバイオレンスになったの。そしてそれを再配布したわけだ。回収しろ。案ずるな、ちゃんと細工もしておいた。この度秋葉に進出してきました、よろずや銀ちゃんです。ラブライブの特典回収からラブライブサンシャインの特典転売まで何でもやるある。この顔にピンときたら来てね。プチンと来た場合はこれでいいですか。手配書再利用して店のビラ配りってバイオレンスにも程があんだろてめえら。銀さん、こんな時ほどポジティブシンキングですよ。てめえらのはポンコツシンキング。何でもただでは起きない、それがよろずやのモットーね。金100から転んでて二度と起き上がってこないでお願い。失敗しなくても秋葉の連中はラブライバーとは名ばかりの生きる屍やる。誰も銀ちゃんになんて興味ないね。おいその辺にしとかねえとラブライバーからも指名手配されんぞお前。ラブライバーなめんなよお前ら。ラブサライバーだよ。あ、もしもし、あの手配書によく似た男がいるんですけど、あのもしもし、え、消えたいか。すみません、ビラ見てきたんですけど、よろずや銀ちゃん秋葉支店さん、依頼お願いできる？どうやらまた移転が必要みたいね、よろずやさん。そりゃこっちのセリフだ。とっくに江戸を出ていると思ったが、見回り組はどうした？私にはもう彼らを率いる資格も権利もない。戦地で近藤勲に救われた恩を返すと新選組に同行した者も多い。ああいう男の元にいた方が彼らも幸せよ。私には私のやるべきことがある。佐々木伊三郎の同志として、そして逍遥の弟子の一人として、この国を、あの男を捨ておくわけにはいかない。こんなところに後輩がいたとは知らなかったよ。だがお前なら俺たちの知らない吉田逍遥を、虚狼を知ってるんだろう。教えてくれ、逍遥は一体横領。動くな。今井信明、裏切ったっすね。なぜここに白夜叉がいる。お前は高杉のところにいた騎兵隊の木島マッコ。どこにピーを入れとんのじゃ。またこってちゃんと言えば紛らわしい。いやいや深夜アニメでまたはまずいよ。伏せていこう。マッコ、銃を収めて。お前今何つった。全く別のわいせつ物言ったな。獲物を収めんのはあんたっすよ。こっち側だったはずの見回り組がなんで白夜叉たちといるっすか。そうか、確かお前たち信信に裏切られるまでは共に一橋派として政権奪取を狙い暗躍していたのであったな。あなたたちと盟約を交わしていたのは佐々木伊三郎個人、見回り組は利用されていただけよ。
その伊三郎も見回り組ももういないけど。やはり噂は本当でしたか。やれやれ、藁にもすがる思いでここまで来たというのに、私たちの味方はもうどこにもいないようだ。味方はいなくてもここには逍遥の弟子たちが、頼めば何でもやってくれるよろずや秋葉支店さんがいる。お前まさか依頼って。教えて、もう一人の逍遥の弟子に何があったか。信信と春雨元老院の裏切りにより騎兵隊は組織から切り離され、宇宙を漂う孤軍となってしまいました。ですがその窮地においても、関羽殿率いる第七師団は攻勢に転じ、組織の拠点の一つ南天楼を奪取することに成功しました。しかしそれこそが春雨の罠。我々とカムイ殿は辛くも脱出しましたが、艦隊の半数が宇宙の塵となりました。奴ら一匹残らずウサギを狩り尽くすつもりか。俺たちは絶滅危惧種だぜ。ちっと優しくしてくれても味は当たらねえってのによ。いや、よく心得ているじゃないかアブト。ウサギは寂しいと死んじゃうんだ。賑やかな遊び場を用意してくれた敵に感謝の意を送らなくちゃね。なんだ、切り込め。アムト殿、単独で機関に突撃するなど正気ですか。俺に言うな。俺に歴史の大将の面が拝みたくなったんだとよ。敵の注意がこっちに向いてる間に高杉連れて逃げな。また生きて会うことがあったらバカに説教の一つでもしてやってくれ。アブト殿、何を。嫌な予感がする。以前の春雨ならこんな戦い方はしなかった。ヤトの殺し方を知ってるやつが向こうについてる。やっぱりか。奴ら一体誰と手を組んだ。矢と相手にこんなふざけた真似ができるのは宇宙に二人しかいないよ。俺たちバカ親子さ。海坊主さんが、なんで。こちらが聞きたい。ただあの男と春雨によって騎兵隊と第七師団は宇宙の闇に消えたということです。カムイ殿も行方が知れません。そしてシンスケ殿も。バケチが避難手を用意している。逃げろマタコ。シンスケは拙者が必ず連れていく。だから生き延びろ。騎兵隊を終わらせるな。新助様は生きてるっす。騎兵隊はまだ終わってないっす。きっと今も私たちの助けを待ってるに違いないっす。だからだから。そうかよ。だったらもう一度とどめでも刺しに行くか。銀さん。信目さんよ、悪いが俺がこいつらにやれることはそれぐらいだ。それともバカどもの敵討ちでもしろってのか。春雨を倒さなければこの国は変わらない。宇宙海賊春雨は天道宗とつながり巨大な力を持っている。奈落がそうであるように、春雨は虚ろのもう一つの翼。これをへし折れば高みから人間を見下ろしていたカラスたちを地に引きずり下ろせる。そのためにはあなたたち逍遥の弟子の力が必要なのよ。
久方ぶりだな、宇津呂殿。こんな宇宙の果てまで足を運んでもらってすまなんだ。読んだ覚えもないかな。ご安心を。天道宗といえども、私はあの老人たちのように一つところに腰を落ち着かせているのは苦手ですから。なるほど。老いぼれは黙って座っていろと。ただの老いぼれに座りながら艦隊は沈められませんよ。あなたたちが反乱分子の片割れを宇宙に貼り付けてくれたおかげで、私たちは地上の敵を相手にできた。感謝しています。我らは我らの敵を片付けただけ。礼などいらぬ。そう、我らはこれまで通り協定に従い、互いに利害が一致する上でのみ力を貸し合おう。だからこれ以上近づいてくれるなと。やれやれ、天道宗は宇宙の嫌われ者だ。まさか宇宙一の犯罪シンジケートの元老にまで警戒されるとは。この若造が何か企んでいるとでも。さて、若造はどちらか。そなたにとってはこの老いぼれもただの若造に見えているのではないか、宇津呂殿。あなたたちに話しておかなきゃならない。この国を操る天道宗とは何か、宇津呂とは一体何者なのかを。彼らは皆アルタナによって生まれた存在。アルタナとはアマントたちが見つけた新しいエネルギー資源。この国じゃ龍脈なんて呼ぶ者もいる。それ聞いたことあります。確かアネモネさんから。アマントが建てたターミナルはそれを利用して稼働する装置だって。そう、アルタナを実用的エネルギーに変換できる発明がなされて、宇宙は飛躍的な発展を遂げた。惑星間の長距離移動が容易になり、星を消滅させるほどの破壊兵器が作られるようになった。アルタナを握った者は多大な利権を握ることができた。幾度の戦の末、諸国は他国のアルタナを不可侵とする協定を取り決め、穴と呼ばれるアルタナの門を管理するための連合組織を作り上げた。それがアルタナ保全協会、後の天道宗よ。つまり資源を管理するはずだった連中がその力を利用したと。各星にある穴は蓋をされ、奴らにしか自在にできん。そうして奴らは幾多の星を操り食い潰してきた。寄生虫のようにな。彼らが地球に執着するのは、手つかずだった巨大なアルタナが存在していることもある。だけどおそらく最も興味を抱いているのはある症例。以前にも奇跡という形で確認されていた生物の断りに何らかの影響を及ぼす未知の作用。それはここではある男の形をして現れた。宇津呂、古くから天璋院奈落に伝わる始祖の名前。奈落の首領は代々その名を継承し、時の為政者に仕え暗躍した。でも事実は違ったの。それは徳川の治世、奈落が天道宗に仕える時代に発覚した。当代の宇津呂が謎の失踪。裏切り者は死をもって償わなければならない。組織は彼を探し回った。宇津呂は名前を変え、身分を隠し、子供たちに手習いを教えていた。まるで別人のような目をしていたという。その後宇津呂の弟子たちによる大規模な反乱が起こったけど、彼らは敗北、宇津呂は処刑された。異変はそこで起こった。それが宇津呂の正体。500年に及ぶ奈落の歴史の中で、天璋院奈落の首領は13代を数える。だけどそれらは全てたった一人の男を指していたのよ。
アルダナの力によって死ぬことができなくなった男、吉田翔陽とは、虚ろがこぼしたほんの一瞬の微笑みだったのよ。おたわむれよ、天道宗が不老不死の集団、一体どこでそんな噂を。さてどこであったか。だがそなたらはかつてアルタナを研究する機関であったと聞く。その行き着く先は全宇宙の悲願、不老不死だったとしてもうなずける。そなたの底のない笑みを見ているとそう思える。全宇宙の悲願、果たしてそうでしょうか。終わりのない生は生と言えるのでしょうか。死んでいないことを生きているというのなら、その死すらなくなった状態は生と言えるのでしょうか。それは虚ろですよ。生も死もない、ただの虚無だ。苦しみが続いた時、人は願う終わりが来ることを。だが幸せな時も、それが永遠に続くと知れば人は願う終わりが来ることを。そうして私は何度も終わって何度も生まれた。何度繰り返しても私は虚ろのままだった。だから私は生まれた。全ての私を殺して全ての虚ろを終わらせるために。春雨十二師団。そうか、貴様すでに。元老の皆さん、今日はあなたたちと新協定を結びに来たんです。一つは春雨の執権を私に譲渡すること、二つ目は。小僧は黙って座っていろ。虚ろがいつから生き続けているのかはわからない。彼の中にまだ翔陽がいるのかどうか。ただ一つだけ言える、今の彼は宇宙で最も危険な生物。まずここに帰ってくるぞ。3人と1匹で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。